こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日は皆様のご質問にお答えをしたいと思います。ご質問を読ませていただきます。肩幅ですね。肩幅とそれから抱き幅、前幅の関係はどのようにすればすっきりと切れますでしょうか、というご質問をいただきました。ありがとうございます。このご質問にお答えさせていただきます。このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のご質問をいただいて、そのご質問にお答えをする形でもこの動画を撮らせていただいております。ぜひご質問はお気軽にコメント欄からお寄せください。さて、これはですね、仕立ての問題ということになるんですけれども、仕立てていただく時のサイズがこういうふうにしたら着やすいとか、この幅はどうすればいいんだろうかっていう、そういうことにもなると思うんですが、肩幅ですね。肩幅というのは、この雪というのがありますね。後ろの背中の背中心からこの手先までを雪と言います。そしてそれをお袖の部分を袖幅、そしてここから肩までの幅を肩幅と言います。これが肩幅ですね。それから抱き幅というのは、この袖付けがあるんですけれども、そこからここまでの胸の部分なんですね。この部分を抱き幅と言います。それから前幅というのはこの部分になります。ここですね、この部分です。こちらが奥身で、そしてこれが前幅になります。この前幅と抱き幅とそれから肩幅の関係はどのようにしたらすっきり着ることができますか、とおっしゃるご質問になります。で、お着物の寸法はどのようになっているかと言いますと、お着物というのは3つのものがあれば仕立てることができます。その3つというのは身長ですね。身長によって着丈が決まってきます。それからバストとヒップがあれば着物の幅を決めることができます。抱き幅とか前幅とか後ろ幅というこの幅を決めることができます。そして腕の長さですね、雪というんですけれども、この背中の後ろの真ん中からこの手の袖付けまで、これを雪と言いますが、これは実際に手の長さを測っていただいて、それに合わせて決めるということになります。この雪を決めるんですけれども、雪というのは袖、お袖と身ごろになっていますね。ですからお袖と身ごろを使ってその雪にするということになります。まず肩幅ですね。背中の後ろからここまでを肩幅と言います。それから肩幅の先から袖の先までを袖幅と言います。袖幅と肩幅の合計が雪になります。雪ですね、雪です。はい、袖幅と肩幅をどのようにして分けるかと言いますと、だいたい半分にするんですね。半分にします。半分にすることが着やすいと言いますか、もう田んぼの幅というのは37センチぐらいしかないんですね。広いものがないですよ。45センチとか50センチの幅があれば、こっちは50センチ、こっちは30センチで取ることができるんですけれども、田んぼの幅って37、8センチのものなので、それを合わせても80センチにもならないわけですね。ところが最近の方っていうのは手が長いので、80センチでも足りないという方が結構いらっしゃいます。ですから一般的には半分にいたします。ところが半分にするとどうなるか、というとですね、37センチでいきますと35センチ、全部で70センチの雪を作るといたします。そうするとここの幅とここの幅を半分ずつ取ったので、仕立てるのは楽なんですね。ところが着姿が綺麗っていうのがまた別の観点であります。着姿が綺麗に見えた方がいいっていうのがありますよね。そうするとこれを半分にするっていうだけの問題ではなくて、このボディですね、ボディが細いの、ふくよかなのっていう問題が出てまいります。例えば胸が大きければこの身幅はたくさん欲しい、つまり肩幅はたくさん必要ですね。ですからここで70センチを35センチずつにすればいいんですけれども、この胸が大きければ、じゃあこちらで36センチ取って、
残りを袖にしましょうというふうにサイズに合わせて行きの分け方を変えるということをいたします。逆に細くて手が長い方という方、細い方がいい、袖幅が広い方がいいということになります。ところがそうするとどうなるかということなんですけれども、お着物っていうのはまっすぐ縫う、まっすぐに縫うというのが基本なんです。ですからここを細くしてしまってしまうと前幅も細くなるんですね。ところがあんまり細い前幅というのは歩きづらかったりいたします。ですから適度なサイズというのは必要になってくるんです。そうなるとどうなるかと言いますと、前幅は、前幅ですね、この前幅、前幅はかなりしっかりあるんだけれども、この抱き幅と肩幅は狭いということになったとします。そうということは仕立てるときに斜めに縫う必要があるんですね。裾はここは広くてここは狭い、狭いですから斜めにずっと縫っていく、縦に縫っていくということになります。ところが運針というのは斜めは縫わないんです。斜めは縫わないんです。運針ですね、着物を縫うという時に斜めには縫わない、これは原則としてあるんです。縦糸と横糸をきれいに縫っていく、これは直線縫いでしかダメなんですね。無理に斜めに縫うと生地が引きつれたりしますので、これはよろしくないんですね。進められないんです。ですからここで あまり細すぎる抱き幅というのは問題になります。ですからこの胸幅が細い方はほどほどの抱き幅、ほどほどです。あまり狭すぎない、つまりぴったりした胸幅ではなくて、ある程度余裕があってそれを着付けできれいに着るということをお勧めいたします。着物の第一原則、その運針であるということが一丁目一番地といいますか、一番最初にマスターしていただきたいことの一つなんですけれども、着物は縦糸と横糸で織られています。ですからまっすぐに縫うということが基本です。斜めに縫ったりカーブ丸く縫ったりダーツを取ったりすることはしません。まっすぐに縫う、あくまでもまっすぐに縫うということが必要になります。ですからご質問者の方、なぜこのようなことをお聞きになるかということが私は一番気になるんですね。肩幅、抱き幅、前幅の関係はどのようにすればすっきりと着れますか。すっきりと着れるというのは人によって違うんですね。従来から着物の寸法の幅というのは決まっているので、そのように仕立てていくことが一番すっきり着る方法だと私は思います。でもそれでもなぜこのようにご質問なさるのかというと、そのように仕立てることですっきり着ることができないだと思うんですね。それはなぜなのか、行きの問題なのか、抱き幅なのか、前幅なのかよく分かりませんけれども、一つには抱き幅ということが考えられます。でもう一つにはこの行きということが考えられるんですね。なぜかと言いますと、今皆さん手が長いんですね。手が長いので体は細いんだけれども、長い手に合わせようとすると長い行きが必要です。でところがお袖を50センチにすることができませんよね。袖幅を50センチにはできない、最大35、6センチです。そうするとこの身幅が広くなるんですね。でそうなるとダボダボします。ここがダボダボします。私は細いのにダボダボしますっていうことになるので、肩幅と抱き幅と前幅の関係はどうなるんですかっていう、そういうご質問になるのかなと思います。でこれはもう仕方がない問題なので、一つには諦めていただいて、そのように仕立てていただいて、着付けでなんとかする、美しくすっきり着るようにしていただくしかないと思います。それでも嫌よっておっしゃるんでしたら、もう一つ方法があるようなんですけれども、それは普通の仕立てではなくなるんですね。普通の仕立てというのは元物幅の限界があります。もし手が長いので
袖幅を広くしたい、肩幅を細くして袖幅を広くしたいというのでしたら、例えばパッチワークのようになさって、別の布を使ってここに足し布をすることで袖幅を広くするという方法はあるようです。それはこうお着物を仕立てるのに使う反物とは別の布をご用意なさる必要があります。少し似た色で無地の色とかっていう布をご用意なさって袖先につける、あるいはこちらで袖先につけたらこっちも袖先じゃなくてここはこの袖のこちら側につけるということで、雪を長くするということができます。これはもう仕立ての方にご相談していただくのが一番いいと思います。それぞれの方が体型がいろいろなので、手が長くて細いのか胸が大きくて雪のバランスが悪いのかっていうことはそれぞれ違ってくるので、私のこの体型ですっきり着るにはどこをどうしたらいいですかというふうにご相談なさることが一番いいと思います。相談に乗ってくださると思うので、私はこの仕立て方だとこの胸元に布が余ってしまってシワが寄るとか、それから前幅が狭いとか、いろんな問題があると思うんですね。ですからそれをどうしたら解決できますかというふうに、ご自分の寸法でお仕立ての方にご相談なさるのが一番よろしいと思います。一般論として言うならば、肩幅と抱き幅と前幅は人のバストとヒップと雪のサイズによって自動的に決まってくるんですね。で、それが理想サイズと言われています。で、それはお召しになる方にも着やすくて、それからお着物を縫う時に着物に対して負荷がない、斜めに縫ったりする必要がないっていうことになるんですね。ただそれですと人の体型というのは様々なので、ここがどうしても布が余る、シワが出る、すっきりしないっていうところがあるかもしれません。それは個別に私のこの寸法でどうしたらいいのかっていうことをご相談なさった方がいいと思います。直接仕立ての方にご相談していただいて答えてくださる方もいると思いますが、やっぱり職人さんってもう縫うことが精一杯だったりするので、呉服屋さんを通してお聞きになるとかっていうこともありだと思います。これは問題と感じているので相談に乗ってくださいというふうにお伝えをして、ご相談なさった方がいいと思います。今本当に皆様手が長いので、これじゃあ手が余っちゃうんだけどこれでいいのかなとか、雪をちょうどよくしたら布が余ってしょうがないとかっていうことが起こっているかもしれません。その点はご相談していただいて、できることは解決していただいて、できない点はこれだからできないのだということをきちんとお聞きして納得していただく、あるいは納得できないようでしたら、それを解決していただく、もし雪の問題でしたらさっきのように足し布をするということで、袖幅は長くしながら肩幅とか抱き幅は広くすることがなく、そのバランスをうまく取っていただくことができると思います。このようなご返事でよろしいでしょうか。また何かございましたらご連絡ください。それではまた次の動画でお会いしたいと思います。今日の内容はいかがでしたでしょうか。皆様のご意見やご感想をお寄せください。また初心者の方のご質問もお受けしておりますので、お気軽にコメント欄からご質問をお寄せください。また第5回世界着物フォトコンを開催しておりますので、そちらにもご応募なさってください。さて今日の着物クイズです。着物寸法は身長とバスト、雪が分かればそこから寸法を出すことができます。丸か×か。着物寸法は身長、バスト、雪が分かればそこから寸法を割り出すことができます。丸か×か、どちらでしょう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。